こんばんは。こんばんは。サンダイつながるまで少々お待ちください。はい、少々お待ちください。皆さんこんばんは。はい、はい、つながったようですね。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今夜もまたプラナイト始まります。本日も感染対策バッチリで配信していきます。はい、本日アトプラナイトを担当するさやとずーちゃんです。よろしくお願いします。それではですね、早速本日のテーマに参りたいと思います。はい、あ、ちょっと見ちゃった。本日のテーマはこちらです。はい、アラフォー必見シワ予防シワ改善スペシャルケアアイテム大集合です。はい、本日はですね、シミ・シワに対するスペシャルケアアイテムを私ずーちゃんがご紹介します。はい、そしてシミやシワのカバーのためのベースメイクアイテムを私さやがご紹介いたします。はい、で今はですね、まだお悩みが出ていない方も今後の美肌貯金のためにぜひ皆様最後までご覧ください。はい、コメントもたくさん来てます ね、ありがとうございます。パンダさんアラフォーです。あ、一緒ですね。あ、かなこさんこんばんは。ふなっしーさんもこんばんは。いつもありがとうございます。ありがとうございます。インスタグラムも続々と皆さん、はい、こんばんは。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。シミシワ気になりますということで ね、もりもりたくさんでお届けいたしますね。こちらもシワ改善したいですというコメントも届いております。はい、はい、でですね、今回のテーマに入る前にですね、はい、皆様にお得なお知らせをご紹介したいと思います。はい、8月15日月曜日までエリクシールの対象商品を1回の合計金額で税込1万1000円以上ご購入いただくと、なんとエリクシールシペリエのシート状美容液マスクをプレゼントいたします。はい、かなり豪華ですよね。はい、でこちら実際にですね、はい、実物をお持ちしておりまして、はい、こちらの実際に入っている、はい、商品がですね、ちょっと前にちょっと、はい、はい、出ちゃいますね、うん、はい、商品、箱に入っている商品のシートマスク2枚もう丸々もらえるキャンペーンとなっておりまして、はい、もう大変お得なキャンペーンとなっております。はい、でこちらのキャンペーンにエントリーが必須になります。はい、はい、ね、こちらですね、はい、コメントの方にも来ていますよね。はい、そうですね、はい、シミめちゃくちゃ気になってますだったりとか、はい、アラフォー限定ですかって来てるんですが、はい、で私と、ね、同じアラフォーの方はもちろんなんですけれども、はい、若い方は、ね、美肌貯金のためにね、はい、ぜひ見てほしいですね。はい、ぜひご覧ください。はい、でさっきの、ね、シートパックなんですが、あの7月14日のワタプラナイトで実際に、ね、ズーちゃんが体を張って、はい、張ってくれてるので、はい、ぜひそちらもよかったらご覧になってください。はい、ぜひご覧ください。はい、もう本当にもう美容液がたっぷり入った、はい、肉厚の、はい、シートマスクで、もう本当にね、贅沢な、あの、こう、そうですね、スキンケアを体感できますので、はい、ぜひ、あの、皆さんチェックしてみてください。はい。はい、そしてですね、はい、あの、ちょっと期限が迫ってるんですけど、今日のキャンペーンお早めになんですけれども、うん、はい、今回のテーマに合わせてですね、ここにあるボックスの中に、これは、はい、何ですかね、こちら。カプセルが入ってるんですが、はい、この中に、シミカプセルとシワカプセルが入っております。で今からこれをちょっとさやさんに引いていただきまして、はいはい、先に出た方から本日はちょっとご紹介したいかなと思っております。はい、早速引いていきますね。はい、じゃあ皆さんどっちが出ますかね。どっちが出るかな。はい、じゃあ紫を選びます。紫、あ、かわいいですね、紫のカラー。じゃあ、はい、開けてもらっていいですか。あ、はい、じゃあ、はい、ね、では本日の最初の、うん、何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。シミです。あ、シミですね。はい、シミでしたね。店頭でもね、はい、ずーちゃん、このシミのお悩みって結構アラフォー世代の方でとても多いですよね。はい、はい、そうですね、うん、あの、非常に多いと思います。特にですね、この時期、紫外線もこう、ね、だんだん強くなってきて、はい、もう今毎日猛暑ですよね。はい、はい、でこういう時は本当に紫外線も強くて気になりやすいので、うん、はい、私はこの時期は毎年本当に美白のお手入れがもう欠かせないです。はい、そうですよね。はい、私はね、リアルアラフォーなんですけれども、最近ちょっと頬のそばかすが気になっているので、私もですね、美白のお手入れを毎日必ずしています。はい、はい、で、インスタグラムの方のコメントで、ずーちゃんマスク見ましたよって。あ、はい、嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、はい、こんばんは。キャンペーン嬉しいとかもね、たくさんあのお知らせもありますので、最後までご覧になってくださいね。はい、はい、嬉しいです。ありがとうございます。はい、はですね、後半ではですね、私、あの、シワのお悩みに対するアイテムのご紹介もありますので、私と同じアラフォーの方は特にですね、最後までご覧ください。はい、では最初にずーちゃんからお願いいたします。はい、私からご紹介いたします。はい、皆様こんばんは。はい、失礼しますね。はい、
では最初にですね、シミ予防のためのスペシャルケアアイテムを皆様にご紹介していきたいと思います。で、先ほどもお伝えしましたが、この時期は紫外線の影響を非常に受けやすく、潤いバランスが乱れやすくなります。潤いバランスが崩れることでシミもできやすい環境になってしまうので、お使いのアイテムにプラスしてこちらの導入美容液を使っていただくことがおすすめです。はい、こちらです。エリクシールブースターエッセンス税込み3190円、約6週間お使いいただけます。はい、でこちら炭酸入りのパチパチ泡で化粧水が、はい、より届く肌へ導く導入美容液となっております。でこちらですね、はい、実際にお見せしたいと思います。このようにですね、バーッとパチパチの泡が出てきて、こちらのパチパチの泡が次に使う化粧水のなじみをいい肌に整えてくれます。はい、で実際に顔につけるときは、聞こえますかね、このように、はい、手のひらで潰していただいてから顔を包み込むようになじませてくださいね。パチパチといい音がしてます ね、いい音がしてますよね。インスタグラムの方でもね、たくさんやっぱりこうシミの悩みお持ちの方が多いみたいですね、はい、夏になるとシミが濃くなる気がしますだったりとか、はい、頬のシミ私もやばいですっていうねコメントもたくさんいただいてます。 あとブースター愛用しています、パチパチが気持ちよくて気に入っていますって嬉しいコメントもいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ではですね、次にご紹介するアイテムを失礼いたしますね。はい、こちらもワタプラナイト常連アイテムです。ハクのメラノフォーカス Z 税込み11,000円、約こちら 2.5 ヶ月お使いいただくことができます。で2種の美白有効成分を肌の奥まで届け効かせながら、潤いに満ちて明るく澄んだ透明感のある肌へ導く薬用美白美容液です。で、もう以前からね、配信ご覧になっている方は使用量とかもご存知かもしれませんが、1回の使用量は2回押し分となっております。で今回はちょっと加減してスプッシュでご案内いたします。はい、コメントありますでしょうか。はい、アラフォー寄りのアラフィフでも OK ですかって来てるんですよ。もちろんですよね。もちろんでございます。はい、あとシミ対策には保湿も大切なんですねって来てるんですが、はい、保湿がねとっても大事ですよね。そうですね、もう保湿も非常に大切ですね、なので、紫外線ケアと合わせて保湿のケアも、ね、はい、夏は欠かさず行っていただければと思います。はい、はい、で今さっき撮ったんですけれども、気になる頬の部分からこのようにつけ始めて、このようにくるっと回したら全体になじませていきます。はい、ご愛用いただいている方がねすごく多いアイテムだと思うんですが、はい、本当にねワタプラナイトでも常連のハクの、ね、美容液なんですけれども、とっても人気でね、はい、使ってらっしゃる方も多いのではないかなと思います。はい、はい、あとですね、はい、大丈夫です、今大丈夫ですか。はい、かしこまりました。そしてですね、私も実際にこれリアルに愛用している美容液になっているんですね。はい、で私も愛用者の一人なんですけれども、特にこの目周りが気になっているので、もうここをですね丁寧につけていくのが、はい、おすすめとなっております。はい、インスタグラムのコメントで嬉しいコメントがあります。ハク、はい、も愛用中です。濃かった目元のシミが薄くなり、顔全体が透明感が出て明るくなりましたっていうね、嬉しいです。ご実感いただいている方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。はい、はい、こちらの、ね、美白美容液は美白有効成分 4MSK と M トラネキサム酸がシミの、ね、根本原因に働きかけることで、はい、メラニンの生成を抑え、はい、シミそばかすを防いでくれるんですよね。はい、私プラスの方もコメント来ておりますでしょうか。はい、はい、しますね。はい、いろいろね美容液、はい、かなこさんいろいろ美容液使いましたが、はい、ハクは一番効果がありましたっていただいております。 ありがとうございます。はい、はい、でこちらシミそばかすを防ぎたい方や、最近紫外線をたくさん浴びてしまった方にぜひ使っていただきたいアイテムです。はい、はい、ありがとうございます。実はちょっと私のカメラの方がですね、先ほどちょっとコメントが届かなかったんですよ。すいません、たくさんコメントありがとうございます。トミーさん、ポッキーさん、フナッシーさん、ミューさんもたくさんのコメントありがとうございます。ハクの美容液いつも使っていますとか、美容液使いますがハクは一番効果ありました、ありがとうございます。はい、おにぎりさん今来ました、こんばんは。はい、ワタプラナイト本日はシミ予防とシワ改善のタイムで行っております。はい、で今ならですね、数量限定でハクの美容液のレフィルに、はい、こちらご案内いたしますね。はい、こちら日中美容液の20日分とレフィルと同じ美容液のミニサイズ10日分がついた特別なセットもございます。
ぜひ愛用している方はですね、こちらお早めにゲットしてくださいね。ご愛用いただいている方はかなりお得なセットですよね、はい、そうですね、かなりお得なセットになっております、はい、こちらの、はい、インスタグラムの方で質問ですね、化粧水の前につけるのですかって来ているんですが、はい、こちらは化粧水の後に使っていただくアイテムですね、はい、化粧水の後にお使いください、はい、で私プラスの方ポッキーさん白もう10年以上愛用していますって嬉しいコメントが来てます、ありがとうございます。インスタでもセット買いましたっていう方もいらっしゃいます、ありがとうございます、 ありがとうございますチョコレートさんも白愛用してます、ありがとうございます。ではですね、このようにこちら2商品ご案内したんですが、ここからは、はい、すいません、最後にいいですか、はい、おいくらですかってハクのビューティー来てるんですけれども、はい、こちらがですね 45g ですね、1万1000円で、フィルが、1万670円のアイテムになっております、はい、ありがとうございます、はい、ではここからはですね、さやさんにシミの次はカバーのベースメイクアップアイテムをご紹介していただきたいと思います。ではさやさんお願いします。はい、皆さんこんばんは。ここからはですね、私がですね、シミそばかすのカバーアイテムをご紹介していきますね。私はですね、ここの見ていただくと分かるんですが、ここにですね、頬のこうシミがちょっとねあるのが気になっているので、ここをですね、今実際に今からカバーをしていきます。使っていくアイテムがこちらになります。ハクボタニックサイエンス薬用美容液クッションコンパクト、税込み3520円です。こちらはですね、 SPF30PA が3プラスで、全4色展開になっております。こちらですね、シミをですねカバーしながら、美白スキンケア効果のある薬用美容液クッションコンパクトになっております。でこちらはですね、スキンケアで肌を整えた後すぐにご使用いただけますので、早速つけていきますね。ちなみにですね、私はこちらのエリクシールのブライトニングデイケアレボリューションホワイトティープラス、税込み3410円を今つけております。この後につけていきますね。あ、うどんさんお肌ツヤツヤですね、ありがとうございます。卵ちゃん気になってました、ありがとうございます。はい、コメント来てますか。はい、インスタグラムの方で、はい、キミペさんですかね、はい、ノーメイクですかっていうコメントが来てます。そうなんです、私ね、目元と眉は仕上げてるんですが、それ以外はつけていないです。ノーメイクです、恥ずかしいのでちょっとすぐつけますね。ありがとうございます。はい、ではこちらつけていきます。このようにこう適量を取っていただいて、ここから頬のところからポンポンポンとつけていきますね、はい、このクッションファンデーションは手も汚れず、はい、ポンポンするだけで自然に悩みをカバーすることができるんですよね。そうなんですよ、私はねここのシミが気になっているので、ちょっとこう重ねてちょっとこんな感じでつけていきますね、はい、インスタグラムの方で、はい、まだツヤツヤですねっていう嬉しいコメントが届いております。ありがとうございます。私プラスの方でもかねこさんツヤツヤですねってありがとうございます。ふなしさん、エリクシールの日焼け止め乳液買いましたって、ありがとうございます、ここにいただいたんですね。にぎりさん、クッションコンパクト愛用していますって来てますね、ありがとうございます。すごくねいいですよね、はい、こんな感じで、うん、さえ、はい、さんのように悩みが気になる方は少量取り重ねてつけてくださいね、はい、そうですね、重ねてつけていただくのがおすすめです。ポッキーさん、さえさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。このファンデーションカバーできるのに厚塗り感がなくて大好きです、ありがとうございます。そうなんですよ、このクッションコンパクトですね、カバー力すごくあるんですが、ツヤ感がねすごく綺麗に仕上がるので、厚塗り感が出なくてね、重たさが出ないですよね、ありがとうございます、はい、はい、インスタグラムの方で質問が届いてます、はいはい、クッションファンデーション毛穴落ちしちゃうんですよ、コツを教えてください。毛穴落ちしてしまうんですね、つける時にちょっとこうしっかりとこうフィットさせながらつけてあげるといいかもしれないですね。ちょっと量が多かったりすると少しね入り込んでしまったりするので、量を調節していただいて、毛穴があるところなどはこうしっかりとこうお鼻周りとかねフィットさせながら使っていただくのがおすすめですよ。はい、でこのクッションファンデーションは美白有効成分 4MSK 配合なので、つけている間メラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぎます。はい、しっかりね 4MSK 配合なので嬉しいですよね。はい、はい、ファンデーションしてる間も美肌ケアできるのはこちら嬉しいですよね、はい、嬉しいですよね。今ですねこちら私プラス限定でこちらのファンデーションレフィルをお求めいただくとですね、こちらも
あのケースをですね、限定コンパクトケースを先着でプレゼントしております。こちらはですね、なくなり次第終了になっておりますので、ぜひですね、お得な機会にお買い求めください。はい、インスタグラムの方でワタプラ限定ケース付きで購入しましたっていう、嬉しいです、ありがとうございます。可愛いですよね、すごくね、ありがとうございます。色は何色展開ですかってうどんさんからいただいてるんですが、こちら4色展開になっております。ちなみに私はね、大黒20番をつけております。はい、コメントきてますか。質問が届いてます。はい、各美容液ファンデを使ってるんですが、うん、違いを教えてほしいです。各美容液ファンデ、はい、リキッドの方ですかね。リキッドタイプの方がですね、少しカバー力が高くなっておりますので、ちょっとね、濃いシミが気になるっていう方は、そのリキッドの方がおすすめになってきます。で、クッションはこう手軽に使えるので、こう時短したいとか、あと持ち運びしたいっていう方はクッションコンパクトとってもおすすめです。はい、はい、ありがとうございます。で、さらにですね、ちょっとね、シミもうちょっとカバーしたいよっていう方は、こちらがおすすめです。こちらグレイシーコンシーラーシミそばかす用、税込み990円です。全2色展開で、こちらは SPF26PA が2プラスのアイテムになります。こちらはですね、一塗りで自然にカバーするシミそばかす用のコンシーラーになってます。こんな感じで、ね、すごく綺麗につくので、実際につけていきますね。はい、はい、インスタグラムどうで、先ほどのハクのクッションファンデーションについてなんですが、うん、はい、どうなんだろうと悩んでました。これを機に使ってみようと思います。ぜひ使ってみてください、はい、一緒にね、ぜひね、アラフォーの方一緒にお揃いにしてほしいです。はい、こちらのコンシーラーつけていきますね。 0.5 ミリほど、これぐらいですね、出していただいて、こちらはですね、直接使っていただけるので、気になるところにこんな感じで直接塗りますね。こんな感じで塗ります。そうしましたらですね、こう指先を肌に対して垂直に、軽くですね、こんな感じで叩き込みながらつけていきます。こんな感じですね。はい、インスタグラムの方でぜひアップでお顔を見せてほしいです。はい、見えますか。こんな感じです。右と左で結構ね、カバーができてますよね。繰り返しね、こんな感じでポンポンポンと重ねていただくと綺麗ですよ。で、つけてるところと、つけてないところですね、境目はこんな感じで、指でぼかしながらつけていただくのがおすすめです。いかがでしょうか。こんな感じです。で、インスタグラムの方で、はい、仕上げにおこなしたいときにおすすめありますかって来てるんですが、この後出てきますので、はい、もう少々お待ちくださいね。はい、本当綺麗にサイさん仕上がりましたね。ね、仕上がりましたよね。これ、クマとかもね、もちろんカバーできるので、こういうところとか、目の下とか、影がね、気になる方とかは、こう、ポンポンポンと。指で使えるのがね、簡単でいいですよね。いいですよね。うん、あとはこう厚みが出にくいコンシーラーなので、初めてコンシーラー使う方いらっしゃいますかね。初心者さんとかにはすごくおすすめです。結構ね、コンシーラーって難しいんじゃないかなって思ってらっしゃる方多いかもしれないんですが、こちら本当に簡単に薄付きでカバー力もねありますので、ぜひ使ってみてください。インスタグラムの方で、カバーできてて綺麗ですねとか、シミ消えてるって、消えてますよね。はい、ありがとうございます。はい、私プラスの方でもグレイシーお手頃価格なのに優秀なアイテム多いですよねって来てるんですが、本当にそうですよね。私もね、グレイシーのコンシーラー、この価格でこれだけのお仕事してくれるので、すごくいいと思いますよ。おすすめです。コスパいいで、ね、優秀ですねってピーチさんからもいただいてます。ありがとうございます。おにぎりさんもグレイシー買いやすいので優秀アイテム多くていい。本当にでも良さがね、皆さん知っていただいてて嬉しいです。ありがとうございます。はい、インスタグラムの方で、はい、今日のアイシャドウ教えてくださいということで、今日のアイシャドウですね。ありがとうございます。今日のアイシャドウは実はですね、3日前、2日前だったかな、前回のワタプラナイトでですね、オレンジメイクのワタプラナイト配信してたんですけど、その時にみこちゃんが使っていたこちらの3色ですね、使っています。1色ずつお見せしますね。こちらがマキアージュのドラマティックアイカラーの、ピーチシロップという色ですね。これがね、可愛いんですよ。こんな感じのね、私ブルーベースなんですけど、ブルーベでも使えるオレンジメイクになってます。こちら で、あとこちらがマジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズの BE330 ですね。マサラチャイという色ですね。これもこんな感じの、ちょっとゴールドパールが入った、ね、透け感のあるオレンジで、とっても可愛いですよね。で、最後がこちら、同じくマジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズのフローティングのシリーズですね。 OR201 のネッサという色ですね。これがね、こうキラキラのダメで可愛いんですよ。これをこのまぶたの上にちょんちょんちょんとつけてます。はい、はい、こちら私プラスの方でポッキーさん、はい、アイシャドウお似合いで可愛いですね。嬉しいです、ありがとうございます。で、それでフナッシーさんがですね、テラコータメイクやってみましたよっていうコメントが来てます。本当ですか。ありがとうございます、嬉しいですね。
私プラスでね、あのなんだビジュアル何でしたっけあれ、ビジュアルバーチャルメイク、バーチャルメイクでね、あの実際に試せますのでぜひやってみてください。あ、母さんもグラデーションが綺麗、ありがとうございます。私にグラデーションが得意なんですよ。ありがとうございます。皆さんたくさんコメントありがとうございます。ここでですね、今日ご紹介したアイテムがお得に購入できちゃうクーポンコードご案内いたしますね。こちらです。公式オンラインショップ私プラスでお使いいただける500円引きのクーポンコードになります。 WPN22804 ですね。1週間限定で税込み3300円以上ご購入の際にこちらご使用いただけます。私プラスは一品からでも送料無料で配送いたしておりますので、ぜひですねお得にお買い物してみてください。はい、ずーちゃんコメント来てますか。はい、はい、先ほどコメント欄の方でですね、はい、グレイシーのコンシーラーのもう一色を見せてほしいっていう、はい、はい、私がつけたのがですねライトベージュという色なんですけど、ちょっと隣に出しましょうかね。私がつけたのがこのライトベージュで、もう一色がこちらがナチュラルベージュですね。これぐらいの色の違いになります。こんな感じですね。どちらもすごく自然になじむ色なんですけど、ちょっとねお肌色明るい方とか、あと目の周りとか、ちょっとコンシーラーだけどハイライト効果も欲しいという方はこちらのライトベージュもおすすめです。ちょっとね濃いシミとかの方はこちらのナチュラルベージュの方がいいかもしれないですね。はい、両方使いとかもいいかもしれないですね。そうですね、両方部分的にね、この価格だったら試せそうですよね。ちょっとこう使い分けていただくのも上級者 のおすすめかもしれないですね。はい、ではですね、次はシワのお悩みに対するスペシャルケアアイテムをずーちゃんに紹介してもらいます。じゃあずーちゃんお願いします。はい、では皆さん再びこんばんは。はい、ずーちゃんです。ここからはシワのお悩みに対してスペシャルケアアイテムをご紹介していきたいと思います。はい、で冒頭でもお伝えした通りですね、今の時期は紫外線を受けやすく潤いバランスが乱れやすくなります。潤いバランスが崩れることで肌も乾燥しやすく、シワができやすい環境になってしまうので、みずみずしい肌に導きながらエイジングケアもできるアイテムがおすすめです。で私とかもね、結構やっぱり夕方になってくると私目元がすごく乾燥しやすくて、ちょっとこう笑いじわみたいなのが浮き出てしまったりとかすることもあるので、そういった方も年齢問わずいらっしゃるのではないでしょうか。はい、で紹介するアイテムがこちらです。エリクシールシュペリエルエンリッチドセラム CB、 税込み8250円で約6週間お使いいただけます。レフィルは税込み7700円です。こちらみずみずしく軽いのに肌に伸ばすとリッチな感触のエイジングセラムとなっております。はい、ずーちゃんこちらつけ方にもね特徴があるんですよね。はい、そうなんです。では早速つけていきますね。でこちら手のひら、化粧水の後ですね、手のひらにディスペンサー2回押し分出していただきます。今日はちょっと私本を下のみ実習しますので加減して1プッシュで出させていただきます。でこちら手に出したらこう顔全体に広げてこう隅々まで丁寧にこのようにですねなじませていきます。はい、インスタグラムのコメントでもですね、はい、外の暑さと室内のクーラーで乾燥してやばいですって分かりますよね。外のね気温差で乾きやすくなりますよね。はい、気温差で乾きやすくなってきますよね。そういう方にもねぜひ使っていただきたいですよね。はい、ぜひ使っていただきたいです、はい、使っていただいている方もいらっしゃるみたいで、使ってるってコメントもいただいてます。ありがとうございます。はい、嬉しいです。嬉しいですね。はい、さらにですねおすすめのねつけ方があるのでずーちゃんにやってもらいますね。はい、はい、使いたいと思います。親指と4本の指全体を使ってフェイスラインを挟むようにします、はい、で、顎先から耳の下までぐーっと引き上げていきます。はい、顎先から耳の下ですね。はい、で最後に手のひら全体を使って頬を包むようにし、こちらも顎先から次はこめかみまでですね、ぐーっと持ち上げます。なんかもう気持ちよさそうですね。はい、なんか気持ちよさそうです。グイッと引き上がってますね。うん、はい、おにぎりさん、ジュースはすっぴんだったんですね。綺麗すぎる。おしゃれ入れます。ありがとうございます。嬉しいですよ、本当に綺麗。もうセラムのおかげですね。ありがとうございます。はい、でこちら私プラスの方でピーチさん、シミもシワもお悩みいっぱいというコメントが届いております。ね、私も今こう化粧品使ってね、どんどんこう予防もしていっているんですが、うんうんうん、はい、こちらのアイテムはしっかり予防も、そしてお悩みに対するアプローチも両方できるアイテムですので、ぜひ使ってみてください。はい、インスタグラムのコメントでデザインタイムセラム、はい、
使っているのですが、はい、違いを教えてくださいと来ています。はい、かしこまりました。ちょうど今手元にありますのでご紹介しますね、はい、こちらは緩みの兆しが見えてきた方にご紹介したいアイテムです、うん、なのでちょっとこうだんだん頬のこうあのたるみとか緩みが見えてきたなっていう方にはこちらのデザインタイムセラムで、そして今回ご紹介しているこちらのセラムはもう今実際悩んでます、うんうんうん、もうどうにかしたいっていう方にはもうこちらのセラムがぴったりかと思いますので、ぜひあのお悩みに合わせてあの選んでいただければと思います。はい、あのこれ使い始めて明らかに肌触りが変わってすごく気に入っていますっていう声もいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私プラスの方でも付け方大切なんですね、ぜひ参考にさせていただきますということで、ぜひ、はい、あのにもうポイントはもうこっちとこっちなので、ね、簡単に入れてきますよね、はい、ポイントなので簡単にぜひ取り入れてみてください、うん、はい、うどんさん、ずーちゃんお肌ツヤツヤです、羨ましいです、 ありがとうございます。母さんもありがとうございます。嬉しいですね、たくさんコメントいただいてありがとうございます、はい、エクシールありがとうございます。はい、では続いてはシワのお悩みに対してスペシャルケアアイテムを2つご紹介します。まず1つ目がこちらです。エリクシールシュペリエルエンリッチドリンクルクリーム S 15g は税込6380円。そしてこちら L サイズの 22g もご用意がございます。こちらはですね税込8580円で、 S サイズはこちら約1ヶ月間お使いいただけて、 L サイズは約 1.5 ヶ月お使いいただけます。で、2つ目が資生堂のバイタルパーフェクションから出ているリンクルリフトディープレチノホワイト 520g 税込14,740円で、こちらが1ヶ月お使いいただけます。でですね、どちらもすごいちょっとパッケージも似てるんですけれども、シワの悩みへアプローチする部分用のクリームとなっております。そしてどちらもシワを改善する薬用有効成分純水レチノールをこちら配合しております。こちらずーちゃん、店頭でこの2つね、何が違うんですかとか、よくこう2つの違いについて聞かれますよね。はい、はい、よく聞かれるんですけれども、うんうん、はい。で、こちら、あのコメントの方で、ヤーさん、美容液使ってますって、ありがとうございます。先ほどのエリクシールの美容液ですね。で、ポッキーさん、リンクルクリーム、首にも塗っても使ってます。肌がふっくらする気がします。ありがとうございます。こちら、首にもお使いいただけます。うん、はい。で、こちら、シワ改善有効成分に加えて、美白有効成分、こちら、4MSK、失礼いたしましたね。はい、こちらです。4MSK と M トラネキサム酸が配合されており、シミの根本原因へ働きかけることでメラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぎます。ですので、シミが気になる方はこちらのエリクシールシュペリエルエンリッチドリンクルクリームですね。シワですね。シワが気になる方ですね。失礼いたしました。もう本当にすみません。シミシワ。シワです、ね。なっちゃいます。失礼いたしました。シワが気になる方はこちらのエリクシールシュペリエルエンリッチドリンクルクリーム。そしてシワと美白両方が気になる方はこちらの資生堂バイタルパーフェクションリンクルリフトディーププレディープレチノホワイト5がおすすめです。ではつけていきたいと思います。はい、お願いします。はい、インスタの方でもエリクシールのアイクリーム大好きですといただいております。はい。あと私プラスの方で違いが分からず気になっていましたっていただいているのでね、はい、今のあの説明でね、あの分かっていただけたら嬉しいですね。そうですね、嬉しいですね。はい。ヤシーさん、バイタルパーフェクションのリンクルクリーム気になるってフナシーさんからのお声もいただいております。ありがとうございます。で、こちら今ちょっと指先に出したんですけれども、だいたいパール粒、小さなパール粒1個分をですね、こちら指先に取って、はい、でこちらをですね、目や口の周りなどシワが気になる部分に優しくなじませていきます。で、私はこの目の周りのちょっとこうシミがポツポツ見えるの分かりますでしょうか。ここが気になりますので、ここの目元につけていきたいと思います。目周りはね、とっても皮膚が薄いので、はい、目頭側から目尻に向かってスーッとこう引き上げるように優しくですね、はい、つけていきます。優しくつけていきます。はい、で、目尻は皮膚をですね、片方の手でちょっとね伸ばしていただきながら、はい、もう片方の中指でジグザグ上下に、はい、はい、動かすように優しくなじませていただくと効果的ですね。はい、このようにジグザグとなじませてください。で、先ほどあの首元にも使っていらっしゃる方がいらっしゃ、あの、うんうん、コメントで来てたんですけれども、はい、首に使うときは乗せたら下から上にこのように使
つけてあげるのがおすすめとなっております。はい、ずーちゃんコメントで、はい、ずーちゃんもですね、今日のアイシャドウ教えてくださいと来ております。 ありがとうございます。はい、ね、先ほどね、さやさんがあの前回のワタプラナイトでみこさんがご紹介していたブルメイさんのオレンジメイクのアイテムを使ってたんですけれども、本日私はですね、ひなさんが使っていたあのイエベさんのオレンジメイクのアイテムを使って本日メイクしております。見えますでしょうか。はい、ね、こちらアイシャドウがですね、マジョリカマジョルカを使ってるんですけれども、シャドウカスタマイズのこちらが OR300 番で、こちらが BR784 番となっております。今せっかくなので手元で装置をお見せしますね。ぜひぜひ。はい、はい、すごくどちらも使いやすい色味になっておりますので、うんうん、見えますでしょうか。スッと、こちらがブラウンのお色味で、こちらがオレンジのお色味となっております。発色がね、はい、やっぱりマジョリカマジョルカいいですよね。そうなんです、非常に高発色なんです、うん、はい、なのでこちらをあの目のこの二重線よりややちょっと広めにつけて、で上からこうバッとオレンジをアイホール全体に重ねてつけてるような、はい、目元のアイメイクになっております。はい、でこちらですね、インスタグ、あ、失礼いたしました、私プラザにもたくさんコメントが来ております。はい、ふなっしーさん、バイタルパーフェクションのリンクルクリーム気になる、あ、先ほど、はい、ご紹介したこちらですね、ありがとうございます。でこちらイクラのさんが、え、エリクシールホワイトとバイタルパーフェクションの違いはっていう風にコメントが来ているんですけれども、こちらも今ちょうど手元にご用意があるので、はい、お見せしますね。こちらがエリクシールホワイトのリンクルクリームで、こちらがバイタルパーフェクションのリンクルクリームなんですが、はい、とこちらもどちらもあの 4MSK と M トラネキサム酸を配合しているんですけれども、プラスであの抗肌荒れ対策をしたいっていう方は、あ、改善をしたい方っていうのはこちらのバイタルパーフェクションの方がおすすめですので、またねこちらもこう好みに合わせて、はい、あの選んでいただければなと思います。あとこうつけ方、あの、はい、ジグザグ塗り知らなかったです、後でやってみます。はい、ぜひ。いただいてます、ありがとうございます、はい、あと首もねつけていいんですねってきてるんですが、お首にもね、はい、ちょっと使っていただけますかね。使っていただきます。はい、はい、にぎりさん、アイシャドウかわいいですね、ありがとうございます。もうひなさんにも大感謝ですね。ぜひあのアーカイブも残ってますのでご覧ください。あの火曜日の配信で行われました。はい、ではここからはですね、さやさんにシワの悩みに対してベースメイクアイテムをご紹介していただきたいと思います。さやさんお願いします。はい、ではまた登場しました、こんばんは。さっきのね、こうジグザグ塗り、私もね毎日やってるんですよ。ここね、私こう見ていただくと、ちょっとねこの目元に少しねシワ感が今出てきているのがちょっと悩みなので、今日ここからはですね、このシワのお悩みに対してのベースメイクアイテムをご紹介していきます。ね、笑った時とかにちょっとこう、なんていうんですか、笑いじわっていうんですかね、ここにこうファンデーションが入り込んだりとか、ほうれい線にね、あのファンデーションが入り込んでしまうっていうことは皆さんありませんかね。私ね結構気になってるんですけれども、こういうこう表情のね癖じわっていうところに、あのファンデーションがね入り込んでしまうっていうのが私の今の悩みなんですが、そちらをね、あの目立たなくしてくれるファンデーションご紹介していきますね。こちらです、エリクシールシュペリエルツヤ玉ファンデーション T レフィル、税込み2750円です。こちら SPF が 28PA3 プラスになっております。こちらはお色はですね全6色の展開で、ケースが別売りで1100円で販売しております。こちらはですね、毛穴だったりとかシミそばかすをこう自然に、あれ開かない、すいませんきちんとですねあの毛穴だったりシミそばかすを自然にこうカバーしてくれるエマルジョンタイプのファンデーションになります。エリクシールといえばねツヤ玉だと思うんですけれども、こちらのファンデーションも頬のこうツヤを美しく際立たせて、ツヤ玉が輝く肌に仕上げてくれます。はい、あ、ポッキーさん入り込みますね。なんかね気になりますよね、こう皮膚が薄いところなので、ね、ちょっとお悩みも出やすいところですよね。はい、インスタグラムのたくさんね、はい、今視聴を始めましたっていう方が、嬉しいです、はい、ありがとうございます。こんばんは、皆さん、こんばんは、はい、今からねシワのお悩みに対するベースメイクアイテムをご紹介していきます。皆さんご紹介します、はい、あ、ねねさんも遅れてこんばんは、こんばんは。ではつけていきますね。まずはですね、このエマルジョンタイプのファンデーションなんですけれども、スポンジに適量を取ります。大体半分ぐらい、このぐらいですね、私は取ってます。で、頬の中心からですね外側に向かってなじませていきます。はい、
で、インスタグラムの方のコメントで、はい、私も目のシワにファンデーションが入るのが気になりますとか、目元に入って割れで見えてしまうのが悩みですっていうコメントも、はい、届いているんですが、目元や口元の動きがある場所は、ぜひちょっとこうカバーしたいからといって、はい、重ね塗りすぎず、はい、薄めに仕上げるのがポイントなんですよね。そうなんですよ。本当にこう欲張らないようにしていただいて、もう表情の、ね、動きがあるところは薄く仕上げていただくのがポイントです。私は取ったらまずこの目のこの部分は避けて、頬のところからこうつけていって、でスポンジがね、あのスポンジについてるファンデーションが薄くなってきたら、目の周りだったりとか口の周りつけるようにしてます。はい、こちらのファンデーションは、素肌を透かしながら肌悩みを目立たせない美肌補正ベールと、頬の高い位置に光を集めるレフバンパール配合なので、重ね塗りをしなくても自然にカバーできるんですよね。そうなんですよ。仕上がりました。ね、このねツヤ玉綺麗ですよね。この頬の高いところにこうツヤがピッて入ると、こう上向きの、ね、肌に仕上がるので、私と同じこうアラフォー世代の方には特におすすめになります。はい、インスタグラムの付け方参考になりました。嬉しいです。ありがとうございます。資生堂ガールさん、化粧下地が必要ないでしょうかということなんですが、こちらのファンデーションは、ね、お化粧下地必要ないアイテムになるので、私はこちらの先ほども、ね、紹介したんですけれども、エリクシールのブライトニングデイケアレボリューションホワイトティープラスの朝用に美白の朝用の美白乳液ですね。すいません、朝用の美白乳液をつけた後につけています。はい、インスタグラムの方で、はい、なっこ03163ですかね、はいはい、メイク直しの時にどう直していいからわからないようになります。はい、コメントが。メイク直しの時はですね、私はちょっとこうよれてしまってるところとかは、あの反対側のちょっと綺麗なスポンジとかで一回拭って、でその後にもう一回つけていただいてもいいですし、この後ね、ご紹介するパウダーですね、ご紹介するんですけど、そちらをお直しの時に使っていただくのもおすすめです。こちらがですね、ちょっとね、私と同じこうアラフォー世代の方っていうのは、このシワのお悩みっていうのをこう光の効果でカバーしてあげるのもとってもおすすめになります。でこちらでご紹介するのがこちらです。グレーシーの光仕上げパウダー UV ピンクオークル、税込み1980円です。こちらはですね、 SPF が50プラスですね、 PA が4プラスとなっております。全2色展開で、私はですね本日ピンクオークルを使用していきます。こちらもう一つがですね、こちらのベージュオークルになるんですけれども、こういったお色味、あ、フィルムがついてましたね、こういったお色味でピンクオークルとベージュオークルの2色展開になっております。こちらは一つでこうハイライト効果と UV カット効果、さらにはこう年齢サインをカバーする3つの効果が叶うアイテムになっております。では早速つけていきますね。はい、うん、コメント来てますか。インスタグラムの方で863033ですね、はい、初めて参加しましたが、はい、気になっていた商品のことがとてもよくわかります、はい、楽しいです。 ありがとうございます。初めまして、ありがとうございます。はい、はい、アラフィフでもアラファンでも諦めなくて大丈夫だと思います。コツコツお手入れしているとお肌が答えてくれます。そうですね、本当にもうコツコツお手入れしていただくのが大事ですね。日々のお手入れとても大切です。はい、ではつけていきますね。こちらなんですけれども、こう毛穴小じわカバーと、こちら毛穴小じわカバーのこうパウダーとハイライト、ツヤハイライトが一つになった2色のフェイスパウダーになっております。でパフがですね、このような形になっていて、ここがね少しこう尖っているので、目元とかにこうフィットできるような形になっています。こちらのパフにこのような感じで取りましたら、こちらですね、すいません、頬からですね滑らせるようにつけていきます。はい、でこちら SPF50、うん、PA4 プラスなので、はい、UV ケアも叶うのと、ケースも小さいのでお化粧直しにもいいのでおすすめです。はい、そうなんですよ。こんな感じでね、はい、自然にこうここのハイライトパウダーが目元をね明るくしてくれるんですよ、うん、綺麗ですよね。いかがですかね。バッと仕上がってますね。うん、ね、はい、綺麗ですよね。すごくあの粒子が細かいんですよね、こちら。私あのいつだったかな、ちょっと前のあの斉藤由紀子さんの見直しアラフォーライブに出演させていただいた時に、こちらのねパウダーを使ってメイクしてもらったんですけど、その時のねあの仕上がりがすごく綺麗で、すぐに買っちゃいました。はい。インスタグラムの方でイケイケなさんですかね、うん、はい、仕上げパウダーって白飛びするイメージだったのですが、うん、はい、ファンデーションとお色が変わらなくて印象変わりました、うん、って嬉しいです。そうなんです、ベージュの、ね、パウダーなので全然明るくなりすぎないです。でこのハイライトパウダーも薄いピンクの、ね、ハイライトパウダーなので、あの白飛びしないですよ。
はい、はい、でインスタグラムの方でこちら何のパウダーですかってコメントが来てますので、はい、もう一度ご紹介させていただきます、はい、こちらグレイシー光仕上げパウダー UV ですね。税込み1980円となっております、はい、で今あのさやさんが使っている色味がピンクアークルですね。 SPF50 プラスで PA4 プラスも入っているのでこの夏ねとってもおすすめです。はい、ではずーちゃんに戻ってきてもらいます。ずーちゃんお願いします。はい、はい、たくさんねコメントも皆さんありがとうございます。たくさんコメントありがとうございます。ちょっと冒頭私プラスの方コメントが落ちなくてちょっと読めなくてすみませんでした、はい、でポッキーさんお直し用に良さそうとか UV ケアできるのお直しの時嬉しいですね、はい、って嬉しいコメントありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、今日ご紹介したずーちゃんに紹介してくれたスペシャルケアアイテムと私がねご紹介したお悩みに合わせたベースメイクで皆さんこの夏もね暑いですが乗り切りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、では今日ご紹介したアイテムがお得に購入できちゃうクーポンコードをご案内します。こちらです、はい、公式オンラインショップ私プラスでお使いいただける500円引きのクーポンです。 WPN22804 1週間限定で税込み3300円以上でご購入の際にご使用いただけます。こちら私プラスでは1品からでも送料無料で発送しております。ぜひお得にお買い物してくださいね。でここで皆さんにお得なお知らせです。冒頭でもお伝えしたのですが8月15日月曜日までこちらエリクシール対象商品を1回の合計金額で税込み1万1000円以上ご購入いただくと、はい、そうです、こちらですね、エリクシールのシュペリエのシート状美容液マスクをプレゼントいたします。でこちらのキャンペーンはエントリーが必須になります。はい、のでぜひ、はい、お得ですよ、はい、うん、チェックしてみてください。はい、そして自分に合ったスキンケアやベースメイク選びに迷った時にはどこからでもお好きな方法で受けられるオンラインビューティーがおすすめです。そしてオンラインビューティーのビデオデビューティーから30分の予約コースの期間限定のご案内をさせていただきます。3人3用の指名コースと本格美白ケアサンプルコースはこちら8月12日までとなっております。はい、はい、あとですね夏休み企画のねご案内です。こちらです。こちらです。30分予約コースに小学生のお子様と一緒に参加できるあのメイク企画を今ね実施しております。お手持ちのチークと口紅を使ってお子様がお母様にメイクをするそのアドバイスをビューティーコンサルタントがいたします。またですねお母様にはですねビューティーコンサルタントがお似合いのチークと口紅をご紹介いたします。こちらは夏休みだけですね8月31日までの企画になっておりますのでぜひ親子でご参加ください。こちらもね QR コードからぜひ詳細を確認してください。なんかね想像するだけで可愛いですよね。お子様がお母さんにメイクをするね、はい、夢ですね、はい、夢ですね、はい、はい、でこちらの2つの限定企画は8月の12日までです、うん、はい、で同じ QR コードこちらからですね、はい、で合わせてチェックしてみてくださいね。はい、はい、でコメントの方でシートマスクなんて贅沢エントリーして購入しますってコメントが来てます。ありがとうございます。はい、はい、そしてですね、はい、私たち SNS アカウントを開設しております、はい、おすすめコスメの紹介ですとか新商品レビューなどでたくさん投稿してますのでぜひフォローしていただけると嬉しいです。ハッシュタグビューティージャーニー、資生堂ビューティージャーニーで検索していただくと他の個性豊かなメンバーの、ね、投稿も見れますのでぜひチェックしてください。チェックしてみてください、はい、では次回がご案内ですね。はい、次回ご案内いたします、はい、次回のライブは8月10日水曜日、今回イレギュラーですね、水曜日に、はい、はい、夜8時から配信いたします。現役美容部員とおしゃべりしよう、夏のお出かけ何を持っていく、マストアイテム大公開というテーマでお送りいたします。はい、楽しみですね。前回もねこの3人が、はい、おしゃべり大好きな3人がね出演してたんですが今回も同じおしゃべり大好き3人、本当にしゃべるんです、しゃべります。はい、皆さんねコメントたくさんね送っていただいてこの3人とねお話ししていただければと思います。はい、はい、私プラスの方でプナッシーさんがですね、はい、あ、次回は来週は水曜日配信なんですね。そうです、プナッシーさん、はい、そうなんです、水曜日配信です。今回だけ水曜日配信させていただきます。はい、でインスタグラムの方で楽しみにしてます、うん、楽しみですってコメント来てますので、はい、ぜひご覧ください。たくさんねコメントもありがとうございました。今日も楽しかったですね。今日も楽しかったですね。ありがとうございます。かのこさん、はい、おしゃべり楽しみですありがとうございます。またぜひ来週も、あ、来週じゃないですね10日ですね、はい、ご覧ください。はい、ではまた次回のライブ配信でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんコメントありがとうございました。ありがとうございました。お母さんもね明日
あ、曜日に間違えないようにしないと。そうですね、来週は 水曜日ですね。はい、はい、水曜日の配信になります。はい、ぜひご覧ください。皆さんありがとうございます。